皆さん、楽しんでもらえてますでしょうか。ありがとうございます。今日はですね、こんなご時世の中ですけど、私たちのためにこうして足を運んでくださって本当に本当に嬉しいです。ありがとうございます。ですね、最近はやっぱりこういうご時世なので、よく不要不急の外出は控えてくださいっていうのをよく耳にすると思います。でもその不要不急が何かっていうのは、なんか人それぞれ違うような気がしてて、音楽とかライブが不要不急かどうかなんてその人にとってだと思うし、なんか特に私たちだけじゃなくって、アイドルファンの皆さんは絶対音楽とかライブは不要不急じゃないって私たちは思ってます。思ってる。なんかそのライブに来て音楽を楽しんだり、好きなメンバーに会いに行くことを生きがいにして毎日頑張ってる人もたくさんいると思うんです。だし、それを楽しみに毎日仕事頑張ってる人だって本当にたくさんいると思うし、ライブがなくなったら頑張れなくなるよっていう人だっていっぱいいると思ってます。今日もこうやって開催できてるのは、たくさんのスタッフさんたちが安全に楽しめるようにいろんな対策をしてくれたり、ここに来てくれてるお客さんみんながちゃんとルールを守ってくれてるから、こうやって今日開催することができてます。なんかみんなが頑張ってると思うんです。なんか誰も悪くないなと思って、だから私たちはなんかこういうご時世になってライブとかライブハウスが良くない場所みたいな感じでなんか言われたりもするけど、それでも私たちはこのままずっと歌い続けたいって思ってます。今日はね、いろんな事情があって来たくても来れないっていう人が全国にたくさんいました。本当は来てほしかったし、みんなに見てほしかった。だけどまた来れなかったみんながまた会いに来てもらえるまで、私たちはずっとステージで歌い続けようと思うし、ずっとみんなのことをここで待ってます。だからみんなもいつでも私たちに会いに来てください。今日は皆さんこんな中ですが来てくださって本当にありがとうございました。でも多分みんなさ、今日この後飲みたいなとかってみんな思うと思うの。そうだろうね。でも、今日は我慢して、まっすぐみんな、お家に帰ってほしいなと思います。そうね、お家で飲んでください、はい、みんなでお家でそうだね、お家で祝福しよう。この状況から一日でも早く抜け出せますように。最後の曲聴いてください。新曲です、エスケープ。きっとこの声が届いてたとしても何も変わらないような気がして、怖くなったんだ。ずっと前から見ていたあの景色に浮かれてた私はいなくなった。
身を委ねて